大西秀明は、日本の映画監督、脚本家、映画制作者である。当初、本名の大西三郎で俳優として、活動、戦後、上記の筆名で助監督から監督へ昇進、後に、大西孝則、橋本忠則とも名乗る。1923年5月3日、京都府南総田郡亀岡町に生まれる。1938年3月、旧姓。 亀岡神城高等小学校を卒業、その3年後の1941年、京都、渦政の日活京都撮影所に入社、俳優家に配属される。持ち前の明るい人柄を評価され、前年に、自らのプロダクションを解散して日活に入社して、当時同社の看板スターだった、片岡知恵蔵のうちで死になる。やがて第二次世界大戦に突入し、 1942年1月27日、戦時統合により日活の制作部門は、他の2社と統合して第2本映画制作を設立するが、大西は新会社へ継続入社している。記録に残る最も古い出演作は、大戦末期の1945年4月22日に公開された、市川歌右衛門の主演作、くれない頑固的体、あるいは、 同年7月12日に公開された、片岡千恵蔵の主演作、東海水古伝であり、俳優時代の大西は、本名のサブローを名乗っていた。終戦後も引き続き、大英京都撮影所俳優家に席を置き、1946年8月15日に公開された、片岡の主演作、手袋を脱がす男等に出演するほか、 同年12月31日に公開された片岡の主演作、七つの顔に始まる、七つの顔シリーズのアバンタイトルを大西が考案。これが採用されている。この時期、歩く人生、俺は日本の国に貸しがある、等の脚本も執筆した。1948年10月の同社社長、長田正一の絶歌により、同年12月28日に公開された。 33の足跡を最後に、片岡が同社を退社。翌1949年には、東横映画に移籍したが、大西もこれに同行する。大西は、片岡が主演した、極門島、続編の、極門島解明編に、両託の役を得、同二作はそれぞれ同年11月20日、12月5日に、公開された。 東横映画は1951年4月1日、他の2社と合併して東映を設立、同社撮影所は東映京都撮影所になるが、大西は引き続き新会社に所属した。1953年7月2日、当時は小竹京都撮影所に所属した坂東つまさぶろうが暴れしし撮影中に倒れ、そのまま5日後に死去してしまい、そこで、 大西の生体模写の芸が買われ、坂東の大役としてアフレコをこなし、同作は無事、同年8月12日に公開された。同業他社への出張業務で多額のギャランティを手にした、大西は希望であった演出部への転向を運動し、翌1954年には助監督に身分を変更を価値得た。演出部としての筆名を大西秀明とする。 同年まで中国に抑留されていた内田トムが復員して東映に入社、内田の復帰第一作、チアリ富士をはじめとし、多くの内田作品の助監督を務めた。滝沢はじめによれば、大西が人間的にも演出技術面においても最も影響を受けたのは内田であったという。1956年1月8日に公開された内田の復帰後第四作、 黒田総道では、チーフ女監督として、大西の名がクレジットされている。1958年、内田の監督作、大菩薩峠第2部のチーフ女監督を務めた、大西は、内田の強力な推薦を得て、同年9月10日に公開される、里見光太郎の主演作、新州天馬キャンで監督に昇進する。以降、第2東映、入東映の量産機を通じ、 合計18作の時代劇映画を監督する。1964年には京都撮影所長に復帰した岡田修が断行する第一次人員整理が始まり、これを機に同年6月20日に公開されたこの江藤東四郎の主演作、悪坊主教格伝を最後に同社を退社した。東映退社後の大西は白川義夫が代表取締役山内俊夫が 取締役本部長を務める新鋭プロダクションで、成人映画、BG 物語好きならあげるを、監督、独立系成人映画の世界に進出した。同作は、東映京都撮影所の大部屋女優であった伊勢、マサイを起用して、伊勢この名でクレジットし、1965年5月に公開された。伊勢は東映に、まだ席があり、 前年に設立された東映京都テレビプロダクションが同年に制作したテレビ映画新選組決封録第13話郷州と塚は屋敷に出演同作が同年10月3日に放映されているが同作を最後に退社加山慶子と解消して同年11月に公開されたメス狼死と肉に主演した大西は同年8月に公開された愛欲以降 大西隆のと解消した。翌1966年に1月公開の鏡の肘では再び、香山を主演に起用、同年3月公開の夜開く花も、香山を主演に取り、大西は同作を最後に新映プロダクションを去る。日本映画発達史の田中純一郎は、同社の中で成人映画黎明期の主な脚本家、監督として、 若松浩二、高木武雄、小林悟、新道公伊藤文広、小川金也、小森城、山本慎也、湯浅奈美雄、宮口慶、深田金之助、南部大蔵、藤田純一、小倉康美、浅野達を、渡辺守る、片岡一福田誠一の名を挙げたが、大西には触れていない。西原銀一は、 既存の映画監督の中でこの時期に成人映画を手掛けた監督として、小川金也、福田誠一、深田金之助、倉橋良介、田中徳造、萩原良の名を挙げたが、大西には触れていない。大西が成人映画に転校した1965年は、山本晋也、渡辺守、向井広志らの監督デビュー年と同一であり、大西は、 成人映画黎明期の映画作家であると言える。1966年9月に公開された甘いと息以降は、エイダテ光が制作する作品を、大勢自らが制作、監督した。1969年2月に公開された甘きつつ噛む岡山を主演に制作、監督したが、大西は健康を害して映画界を引退した。同作を最後に、 香山も映画界を退いている。大西が、五53歳であった1976年12月24日に発行された日本映画監督全集の大西の行によれば、引退後は、京都、渦政の片平の辻駅付近に、アテンションプリーズという名の喫茶店を経営していたという。結婚年等は伝えられていないが、数を数ずめを残した。二千十五年現在、 同点は存在しない。没年不詳。国門等作品紹介。東横ニュース。特筆以外はすべて、大西秀明名義、監督である。東京国立近代美術館、フィルムセンター等の所蔵状況についても記す。里見八県伝、千谷富士人の助監督を務める。本名、大西三郎に関するカテゴリー。ありがとうございます。